どうも夜食ハンター竹本明です。明けましておめでとうございます。いやー、9年中はね大変お世話になりまして、皆さんにねたくさん動画見ていただいたおかげで、今年もね YouTuber としてやっていけそうな、いけるよねそういうわけでね、早速やってまいりましたのが夜の海でございます。夜食ハンターという職業をやってるとですね、毎年新年何取るかみたいなこと考えるんですけど、やっぱりね、まあ、新年最初に食べる食材と、食事といえばね、お雑煮だと思うんですね。今年はね、割と早い段から、あれの雑煮作りたいなっていうのがあったんですね。それが何かというと、マテ貝です。塩をね、干潟に撒くと、取れるというね、面白い貝なんですけど、あの貝はね、面白いだけじゃなくてね、味が濃ゆいんですよ。非常にね、良い出汁が出る。まあ、貝ってどれも良い出汁出ると思うじゃん。中でも、やっぱマテ貝は良い出汁が出る。ので、マテ貝で雑煮作ったら、もう新年早々ね、濃厚で超ハッピーなんじゃないかな、ということを考えましてね、ちょっとやっていこうかな、と思う次第でございます。はい。取り方はですね、非常に簡単でして、マテ貝のいそうなゾーンを探す。どこがいそうなのかっていうのは正直よくわからないというか、表面にですね巣穴が見えてることもあるんですけど、あんまりないんですよ。基本的にはないと思ってほしい。なので、まあここいそうかなみたいなとこ見つけたら、とりあえず掘る。こことかどうだろう。で、掘るときにこうやって土を剥がすように掘ると、こうやってね穴がポコッと開いてるんですね。この穴がこうやってそろばん玉の形状をしている場合、それがマテ貝のものである可能性があります。あ、ちなみにこのニョキッと生えてるのはこれは関係ないです。これはマテガイじゃなくてゴカイという生き物の巣穴です。で、これはね、掘り出すの非常に大変だから、まあやんない方がいいです。ここいっぱい穴開いてるね。これがね、全部マテガイの巣穴なわけですね。まあ、あとはだからそこにね、塩をまけば出てくるんですけど、ちょっとちっちゃいな穴が。これなんかまあまあ大きそう？ちょっとやってみようか。はい、塩をまく。そうすると、水がポフッポフッと出てきて、そしてマテ貝が、ほら、ほら出てこい。ああ、逆の方から出てきた。もう一息欲しいな。塩追加。グイグイと入れてあげる。お、出てきた。で、ある程度出たら、うっとつまんで、ぬるっと抜くと、取れました。こっちもいいとこ。わあ、ちっちゃい。これさすがにちっちゃすぎる。で、まあ、こっちも大きいとは言えんな。マテ貝はですね、年によってサイズが非常に変わるという傾向がありまして、数が多いけど小さい年と、数は少ないけど大きい年。で、稀にですね、数も多ければサイズも良いみたいな年もあって、まあ当たり外れかね、年もあるんですけども、少なくとも今年の冬に関しては数は多い。まあこういうのも全然食えるけど、あんまちっちゃいのをね、いじめてもね、どうかなと思っていて、個人的には。あちらにですね、このサイズ、取るサイズじゃないものは掘っておくと帰っていきます。巣穴が多いから、こうやって掘って、適当に塩をぶちまけて、待つ。みたいな感じになりそうですね。あ、これとかちょっと大きいんじゃない？もしかして。ね。よいしょよいしょ。来た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 。来た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 。気持ちいいよね。この、マテ貝がニョキッと、生えてくる動画だけ1時間とか見れたりしますよね。しませんか？しないか？ごめんなさい。しなかったです。はい。あ、これ、今日はギリこれがセーフサイズとしよう。いつもね、もっと大きいの撮ってるから物足りないけど。あ、これとか、まあまあ大きそうな穴に見えるわ。まあ見えるけどね、まあ。ともかく巣穴が多い。巣穴が多いですね。これなんかちょっと大きいかな。どうだ？大きくね。全然大きくね。くそ。でけえ穴見つけた。これ出てきてほしいな。これ出てきたらインパクトあるよ。多分だけど。お、来そう。力いっぱい出てきた。あ、こっちの大きい。お、もう一匹。あー、帰ったー。帰るなー。出てこい。とか言ってると、こっちがなんか反応してきたな。お。こいこいこい。もう一匹、もう一匹。そう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 。やで、やで。怖くないよ。こっちもでも結構、まあまあ、動くかね。したかね。あ、来い来い来い。よしよしよし。もう一息。もう一息。あ、こっちが来そう。よし。おっと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 。出た。出ました。
ビッグワン、ビッグワン。こいつはもうこれ上から行くかな、もう。よいしょ。お、つまんだ。よいしょ。よいしょ。出た。出た。ソースソース、こういうのっす。こういうのっす、欲しかったのは。やっぱね、今日ね、1年でも相当潮の大きく引く日だから、やっぱり手つかずのフィールドが残ってましたね。こりゃいいんじゃないですか。横、すぐ横一掘りしただけで、ほら、でっかいスタンド出てきた。これもチャンスタイムでしょう。おい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 。来いよ。来いよ。いいね。おー、おっきいね。太いね。いいね、君。太いね。いいよ、いいよ。そうそうそう。大丈夫、大丈夫。大丈夫だから。ほら、先っぽ。先っぽつまむだけだから。あら、そこ、抵抗しない。抵抗しないよ。無理やり引っこ抜くとね、一番美味しい足の部分が取れちゃうんですよ。いや、でもこれパワー強いな。切れる切れる。あー、取れました。やったぜ。こいつももういけるかな。よし、いった。ひー、わ、これ太い。太くて長い。最高ですね。やはりね、もう1年の初めから太くて長いのばっかりね、やられて最高ですね。いいよいいよ。お、君も出そうだね。お、ほらほら、出る前にこのね、塩をね、プーって吹くんですよ。いけませんね、なんかね。お正月だからって、ハメを外しちゃいけない。今年は清く正しく行こうということを考えておりますからね。ほら、もうちょっと。怖くないよ。あー、引っ込んだ。くそ。塩追加。よし、来い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 。よっしゃ、来たー。あー、これも太い。太いよー。あー、ぶっと。いいじゃん、ここ。パラダイスじゃね？この辺とかもさ、ひとかきしたら出てくんじゃないかな。ほっ、ほら、出たよ、出た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 。ほら、塩追加。ちなみにこれ塩かけると出てくる理由ってよく分かってないらしいんですよ。まあ、あの、塩じゃないものでも出てくるし、砂糖とか味の素とかでも出るんですよね。なんで浸透圧がね、関係してるんじゃないかみたいなことをよく言うんですけど。あ、塩ピューってピューって吹いた。いやー、太いっすね。太くてなんかこう黒光りしてるもんね。うわー、こりゃでかい。どんどんおいで。あー、引っ込んだ。ふい、つるっと抜けた。塩も、お、ほら、水がドピュドピュ出てきて。おー、来たー、勢いよい。いいですねー。あー、これは大きい。これは大きい。太い。あ、横からもう一本出てきた。二本抜きじゃー。最高か。いいですね。やっぱ水辺に近い方が反応が良いね。おー、出てきた出てきた。よし。おー、出てきた。おー、ここパラダイスやんけ。あー、出てきた。いいねー。最高でしょこれ。合格サイズがこんなに。ぶっといよー。はい、というわけでですね、ものの20分30分ぐらいでこんなに取れました。塩はですね、全部で 500g ぐらい使いましたけど、まあぶどう周りとしては最高ですね。100円だよ。100円分の塩と30分でこんだけ取れた。しかもでかい、でかいよ。見て、葉巻みたいなサイズ感ですよね。待てがやる人結構いると思うけど、このサイズ取ったことある人あんまりないんじゃないのねえ。いや、もうこれは完全に自慢なんですけどね。まあこれだけね、いたってことは多分あの今年のね、秋にはこの辺は貧酸素水害はあんま起きなかったんでしょうね。いい年だということです。まあ雑煮を作るにはね、十分十二分と言えると思います。これを料理して美味しいお雑煮にしてみようと思います。やったぜ。はい、こちらがですね、採取してまいりましたマテ貝なんですけども、ご覧の通りですね、非常に活発に動き回っております。泳ぎ回るかのように、すごいなというふうに思います。で、マテガイはですね、構造的に砂を噛まないなんてことが言われるんですけども、実際そんなことなくて、このスイカの中にですね、結構砂を噛んでいる。で、しばらくですね、生かしておくと、そのスイカの中からですね、中から砂をブブッとこう放出するんですね。それがこうやって下に溜まっていきますので、やはりマテガイもですね、アサリなどと同じようにですね、砂抜きを行った方がいいと個人的には考えています。
これですね、ブクブクを入れた状態で2日ほどやりましたんで、もう十分でしょう。改めてね、まあ思うのはこのユニークな形状だなというところですよね、やっぱりね。マテというのはですね、中国にマータオ、馬の刀と書いてマータオっていう刀があるらしくて、で、それがまあこういう形状してるそうなんですね。で、まあそこから取られてマテガイと呼ばれていると。さて、で、今回はですね、このマテガイを使って、お雑煮をね、作ってみたいなというふうに思っておりまして、まあ、マテガイ自体ね、今ざっと洗いましたけども、一個一個ね、綺麗に水洗いをね、してあげた方がいいと思います。この縦の結構隙間が入って、で、そこにね、砂がね、残ってることが、で、あとね、結構アサリと違って生きてる死んでるか分かりづらいという特徴がありましてですね、怪しいなって思ったら匂い嗅いでみるといいです。腐った匂いがするので、それですぐ分かるんで、これはね、確認した方がいいです。こうやって足を半分だらーって出してるようなやつは、一回ツンとついてみるとね、こうやって足引っ込んだら生きてるってことなんです。生きてたら食べられます。で、このマテガイはですね、これから出汁を取っていきます。綺麗にした、貝、マテガイを、酒蒸しにしていきます。おー、酒かけると、苦しいんでこうやって動きますよね。で、これを火にかけます。すまんなという気持ちになる。この激しく動く筋肉質っぷりが味の良さなんだよね。さて、蓋が持ち上がってきたのでもういい感じかなと思います。いきましょう。せーの、オープン。おーい。はい、じゃあこれを取り出して、可食分身だけなので、身をね取り出していく。身はね全部食べることができます。一番美味しいのはこの足の部分だけど、この胴体も食べられることができます。タカムシの汁、これも非常に、ね、大事なパートです。本体の一つです。なので、取り出して殻を全部捨てて身と汁にします。ちなみにですね、マテガイはマタガイが転化したっていう説もあるらしくて、こうやって見るとなんかズボンみたいじゃん、マタみたいじゃんね。だからマタガイがなまってマテガイになったっていう話もあるそうです。貝をねむき身にするとき、やっぱこの酒蒸しにするって非常に良くて、殻が開いてくれるし身が取り出しやすくなる。で、それから貝というのはどうしてもですね、生臭みがあります。酒蒸しにすることによって、その生臭さの部分を飛ばすことができる。で、今回はですね、雑煮ということで和の調理法ですから、日本酒で蒸しましたけども、世界的にはですね、これをワインで蒸す地域も多い。一番有名なのはスペインですね。スペインの人ね、マテガイ大好きで、日本でもね、時々ね、鮮魚専門店とか行くと、スペイン産のですね、マテガイが売られてることがあります。種類はね、全く同じなのかどうかはちょっとわかんない。いやー、しかしうまそうだ。はい、というわけで、むき身と出汁が取れた。じゃあまあ、汁が取れましたんで、汁の味をまず確認してみようかなと思います。この時点でね、貝の出汁は取れてると思うんですけどね。出てるね。まろやかないい出汁が出てるけど、これだけだとやっぱちょっと問題ないな。昆布、貝の出汁はグアニル酸、昆布の出汁はグルタミン酸、合わせることで相乗効果で旨味の作用が非常に強くなる。 1+1 は2じゃないってことですね。 1+1 が2じゃねえ、200だ。10倍だぞ、10倍。さて、ちょっと強めに煮出したので、昆布を取り出して、で、これをみりんと醤油で味をつけていきます。醤油は薄口にしようかな。薄口というのはですね、色が淡くて、で、塩気が強いので、今回塩気と旨味、醤油の旨味出したかったので薄口でいきます。まずは焼いた角餅。まあ、実際ね、このマテガイ雑煮っていうのはね、他にやってる地域がないので、東日本のもの、西日本のものみたいな定義もできません。で、ざっくりと東日本が、切り餅ですね。で、中でも関東では、ま、切り餅を焼いて入れる。そういうところが、ま、比較的多いので、今回ですね、そういう意味では関東風というか、ちょっとこっちの流れにね、乗っかってみようと思います。で、それから、酒蒸しにしたマテガイを何個か沈めましょう。昔は結構これ縁起物みたいに扱われてたんじゃないかな、本当に。味もいいしさ、形状が形状じゃないですか。真面目な話よ、真面目な話。こういうさ、男性器的な形をしたものってすごくやっぱり大事な存在だったので。ということで、ど真ん中にね、もうまんまちん、
あの男性器みたいな形のちょっと乗せてね、強くアピールしていきたいなというふうに思います。であとね、あのやはり正月といえばこの結び飾りなんで、結んだやつも1個乗せましょうか。でそれだけだとねやっぱ良くないので、何が良くないのか分かんないけど、あの緑の野菜もちょっと入れましょう。貝割れをちょっと添えます。香り付けに柚子も入れましょう。もう薄く削った皮をね1枚浮かべて、はい、というわけで完成しました。マテ貝の出汁で作ったマテ貝雑煮でございます。さあどんな味がするでしょうか。うん、いい香り、まあ、塩の香り、海の香り、磯臭くはない、アサリのようでいて牡蠣のようでもあるような感じですかね。じゃあまず汁からいただきます。おー、ゴージャス。旨味が強い。マテ貝の風味そこまで強くなくて、昆布がいてマテ貝の貝の旨味が下から支える感じ。臭みは全然なくて、まあ、柚子がいい仕事してるなっていう感じです。じゃあマテ貝の身そのものを食べてみましょう。いやー、太いですね。太くて長い。ほんとマテ貝としては非常にでかいですし、アサリとかと比べてやっぱ大きいよね。濃厚。ハマグリに近いかもしれないなって思います。でも噛んだ時の貝の旨味がすごい強いね。お餅との相性はどうかな。最高すぎる。旨味はね、どんだけ強くても餅ってなんか拾ってくれるよね。これ醤油ね、入れなくてもよかったかもしれない。昆布とマテ貝のそれぞれから出てくる塩気が合わさったらちょうどいい感じになるな。この身のうまさがね、最高。これね、邪道だけどバター浮かべても美味しいと思います。昆布とマテ貝のそれぞれの旨味が強くて、それが合わさった結果塩ラーメンみたいになってる。函館の塩ラーメンみたいに。ちょっとやってみるか。八丈島で買ってきました。八丈島ジャージーバターです。これをいただきます。あー、これ決まってしまった。なんて罪深い味だ。やばすぎる。バターと餅の相性が良すぎる。そうですね、やっぱ貝の旨味が強いので、他のあの旨味成分と一つ合わせるだけでもう旨味濃すぎてラーメンみたいになる。やっぱ雑煮としてはすごくいいですね。あとバターとマテ貝の相性がマジ良すぎるんだよな。旨味が強くて油が乗ってないから、油を足してあげるとすごくバランス良くなるのは間違いないですね、やっぱりね。いやー、うまいですね。完成された味わいになりました。マテ貝を使って雑煮を作るという文化はですね、あの今のところなさそうなので、完全な創作雑煮ですけども、個人的にはこれはね、あの毎年リストに入っててもいいんじゃないかなって思いましたね。まあ勝つべくして勝ったかなと思います。年始一発目にしては最高じゃないですかね。やっぱマテ貝は取って楽しい、食べて美味しい、すごくいいターゲットだと思います。普通はね、春から初夏にかけて潮が大きく引いた日に、まあ、干潟に出てって掘ってね、塩かけてゾウゾウ抜く、それで全然取れますけど、一つ上を目指したい皆さんはこの時期真夜中干潟に行って取るとライバルもいないし、大きいものがいっぱい取れるし楽しいです。まあクソ寒いです。マジクソ寒いのと、あと夜の海マジ怖いから、そこだけね、あの安全面でも怖いし、背筋がヒヤッとするような現象に出会ったこともまあないわけではないですからね。まあ気をつけてね、やっていただけたら面白いハントができるんじゃないかなと思います。はい、そういうわけでね、今回ね非常に美味しい新しいお雑煮を生み出すことができてよかったなというふうに思います。それでは、今年もね1年間どうぞね、よろしく、まあ、夜食ハンター竹本明チャンネルをよろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。